この問題は直流電流計を用いて電圧を測るための測定に関する問題です。それでは問題の説明と解き方について説明いたしましょう。ここに電流計、すなわち内部抵抗23オーム、定格電流が1ミリアンペアの電流計があります。これをですね、ここのところに抵抗 RS を入れて5ボルトの電圧計を作りたいというわけです。フルスケールで5ボルトになるような電圧計を作りたい、こういうふうな問題です。はい、それではそのためにはここの RS の値をいくらにしたらいいでしょうかという問題です。はい、それではまず解いてみましょう。まずここに流れる電流ですけども、はい、これはこれが1ミリアンペアですから、ここでこの電流計をフルスケールにするためには1ミリアンペアの電流を流せばいいわけですね。すなわちこれは1×10⁻³ アンペア、いいですね。1ミリアンペアっていうことはこういうふうになります。はい、そこでこの電流、はい、1×10⁻³イコール、これは、はい、23+RS となります。いいですね、分の5ボルト。はい、このように置くことができる。はい、これはこれから RS を求めればいいものですから、はい、23、はい、プラス RS はイコール、はい、1×10⁻³分の5、すなわち5000となります。いいですね、したがって RS は5000⁻⁰⁺ イコール⁴,977オームとなります。はい、ここのところにですね、RS に、はい、4977の抵抗を入れるといいですね。これは5ボルトの電圧計として用いることができるようになるわけです。はい、この電圧計を用いて、はい、内部起電力が5ボルト、そして内部抵抗50オームのこのような回路の電圧を測定してみたい。いいですね。はい、そうするとここの電圧は何ボルトになるでしょうかっていう問題です。はい、それではこの場合にここに流れる電流、これはいくらになるかで、はい、これを電流 I としておきましょう。いいですね。はい、そうすると I はイコール
はい、23オームプラス RS は5で4900、はい、77オームですから4977プラス50分の5となります。いいですね。そうするとこれで5000ですから、ここは500050分の、はい、5イコール、はい、これは、5÷5050 割ってこうやりますと、0.00099 0、はい、アンペアとなります。いいですね。こういうふうになってくる。はい、これはイコール、はい、ここから、はい、小数点を1、2、3個ずらして、そうすると 0.990、はい、ミリアンペアとなります。いいですね。こういうふうに表すことができるわけです。すなわち、この場合はここに流れる電流は、はい、0.990、はい、ミリアンペアに なるわけです。そうすると、はい、1ミリアンペアの時に5ボルトを指示するわけですね。はい、では 0.99 の時はいくらを指示するのか、それの値を VP としておきますね。そうするとこのような式が成り立ちます。はい、1ミリアンペア、その時に、はい、5ボルトを指示する。はい、では 0.990、 ミリアンペアの時、はい、この時は VP を指示するわけですね。 VP となります。したがってこの式は、はい、これとこれをかけたものとこれとこれをかけたものは等しいわけです。いいですね。はい、それではやってみましょう。はい、1かけるVP イコール、はい、5かける0.990イコール、4.95いいですね。すなわち VP はイコール 4.95 ボルトとなります。はい、以上が
この問題の解き方になります。はい、ここで大切なことは、この RS すなわち1ミリアンペアを流したときに、いいですね、ここを5ボルトを指示するようなメモリに打っておくわけです。その時のここの抵抗を求めます。それからこちらの場合、はい、これを測定した場合、同じこれで作った電圧計でこれをやった場合、ここに電流が流れるんですけども、その時に、内部の起電力はこのようになってるけども、電流が流れることによってここで電圧効果を生じます。その分がこちらの電流の減少になって現れます。したがって、ここの指示値は 4.95V になってしまいます。以上がこの問題の解き方の説明です。